こちら、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、まあ、C のような感じがしますよね。で、確かに皆さん、これ空手の左側、hands。そして選択肢、まあ、こういう感じで並んでおりますので、皆さん、yet にまつわる有名な熟語ですよね。そうです。正解は C。さあ、皆さん、こちらご覧くださいね。have yet to 不定詞。まだ to 不定詞していない。で、知ってる方は知ってるんですが、皆さん、これ初めてですという方も現実いらっしゃるかと思います。で、実際、設問で問われるとですね、まあ、間違えてしまう方の方が多いんじゃないかなというところで今日採用いたしました。ですので、知らなかった方は今日ぜひ押さえていただきたいと思います。そして皆さん、せっかくでございますので、皆さんにもう一つの yet。これも的中率が高いんじゃないかなという感じがいたします。さあ皆さん、こちらの例文ご覧くださいね。皆さん、yet を含んでいる文章中、さあ皆さん、ポイントはわかりますでしょうか？そうです。yet は最上級を強調できるんですね。で、今までにない好景気。とにかくすごい好景気って感じでございます。ですから、最上級表現を右側から就職。で、このあたりもご存知の方とご存知ない方。まあ、どっちかっていうと、知りませんという方は多いかと思いますので、結構狙われますからね。合わせて押さえてください。で、あと皆さん、構文確認しますね。皆さん、has yet to finish。皆さん、finish 動詞でございますので、空手の左側、Tom が主語ですね。あと皆さん、フィニッシュ、自動詞ですか、他動詞ですかということですが、皆さん、これ空手の右側に名詞がございますので、もちろん他動詞。ですから、後ろ、目的語ですね。で、皆さん、これで SVO を完結しておりますので、この主語よりも左側は M、就職語ということで、バッチリです。で、あと皆さん、意味でございますが、文頭をご覧ください。2 years ということですか、2年間。で、最初の章ですね。それを書いた後、2年間経ってもですね、トム君はまだ彼の本。それをまだ書き終えておりません。そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸2番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただきますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。